4番街、9丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT4 番街線と、IND、カルバー線の乗り換え駅である。ブルックリンク、パークスロープとゴアナスにまたがる4番街と9丁目の交差点に 1C 以下の系統が停車する。当駅は、IND の4番街駅と、BMT の9丁目駅からなる乗り換え駅である。また、当初は別の駅として開業した名残からか両駅とも、 急行通過駅となっている。駅には出入り口が5カ所ある。9丁目と10丁目の間、4番街の東西に位置する出入り口からは、カルバー線南北ホームと4番街線に接続している。また、4番街と10丁目の交差点北西の出入り口からもカルバー線南北ホームと4番街線、南行ホームに接続している。四番街と九丁目の交差点北西、 北東の出入り口からは4番外線にのみ接続しており、北西側は南広ホームに、北東側は北広ホームに接続している。なお、すべてのホームが改札内で接続しているが、4番外線は改札内で南北ホーム間を行き来する際はカルバー線ホームを通る必要がある。IND、カルバー線番外駅は年月日に、 開業した相対式ホーム2面と急行線2線、観光線2線を有した2面4線の交換駅である。中央の急行線は定期旅客列車の通過はなく、ホームは有効長が IND 標準の660フィートで、幅が16フィートである。改札口はホームの下、地上階に存在し、ホームからは3つの階段が接続している。 改札外には切符売り場と出口が2箇所あり、1箇所は4番、外星側に、もう1箇所は10丁目北側に出ることができる。両出入口には IND のオリジナルのサブウェイサインがあり、改札口にはモザイクを用いて、通ニーアイランドと、通マンハッタンと書かれた方面案内がある。駅の西側には急行線、観光線間が行き来可能な分岐器が設置されている。 他、かつては当駅で折り返しが可能なように南北急行線の間に引き上線があったが2007年から2013年にかけてのカルバー高架線の改修の際に撤去されている。駅の東側では全路はトンネルに入る。東隣の七番街駅は地下駅であるが当駅から七番街駅にかけては地面が上り勾配となっており、海抜高度で見ると 地下駅である七番街駅の方が、高架駅である、当駅よりも高い位置にあるという一見不思議な位置関係となっている。2007年、または、カルバー高架線の改修プロジェクトを発表した。このプロジェクトでは、キャロルストリートからディトマー,アースアベニューの北までの区間を一気に改修し、当駅と西隣のスミスストリートマイナス9、町名駅は2013年4月に改修が終了し、 営業を再開した。2009年7月4日以前は、g 系統は西隣のスミスストリートマイナス9丁名駅止まりとなっていた。しかし、スミスストリートマイナス9丁名駅には折り返し設備がなかったため、一度あたり駅まで改装し、駅西側で南行急行線に転線し留置、時間になり次第折り返し北港急行線。 北高観光線へと順番に転線し、スミスストリートマイナス9丁目駅まで改装。そこから北高 GK 島として運転されていた。高架線の改修が始まると2009年7月5日に GK 島はチャーチアベニュー駅まで臨時で運転区間を延長。2012年7月19日には、またがチャーチアベニュー駅までの延長を臨時ではなく定期化すると発表し、 現在の運行形態となっている。BMT4 番街、19町名駅は1915年6月22日に開業した相対式ホーム2面と急行線2線、観光線2線を有した2面4線の地下駅である。南北ホームの壁面は1970年代の改装工事時に設置された白いタイルで覆われており、駅名標の設置されている部分のみ黄色のタイルになっている。 ホームは1960年代に長い編成の入線に対応するために延長工事を行っている。改札口は南北ホームそれぞれの中央にあり、北港ホーム側の改札口には回転式改札機と切符売り場、4番街と9丁目の交差点北東への階段があり、南港ホーム側の改札口には出場専用の改札機が2つと入り出場兼用の改札機が4つ。 4番街と9丁目の交差点北西への階段がある。また、ホーム南側には駅舎への階段と改札口がある。南広ホーム側の改札口は稼働しているが、北港ホーム側の改札口は閉鎖されている。4番街と9丁目の交差点北東の階段4番街駅に関するカテゴリー、9丁目駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。